すいません、少々お待ちください。すいません、失礼します。お水です。ご注文お決まりでしょうか。あ、はい、はい、シクシクソース、唐揚げと、それもう少々、もう一度いいですか。串カツと、はい、串カツ唐揚げと、串カツで、はい、すいません、お客さん、もうちょっと声大きく張ってもらっていいですか。ごめんなさい、もうちょっとだけ声張ってもらっていいですか。すいません、ちょっとお客様聞き取りづらいんで、もう一回おっしゃってもらっていいですか。うるせえ。トラップに引っかかりましたねー。何バイトしてんのお前。学校のルールなんだ、学校の規則なんだ、バイト禁止だよな。学校の規則はなんだ、破ってもいいんか。全員ちゃんと守っとる中、何でお前だけやっとんだお前。3年2組、27番、渡す。何もやってんのお前、バカだな、お前。ルールを守る、規則を守る、ウンパルンパ高校の鉄則だろ、お前、バカだな、お前。何をお前バイトしてんのお前。何が声ちっせえだ、お前。ああ、どんだけ声出してんだ、この店。あ、いくらでも声出すぞ、俺。最大の特技だ。俺の最大の特技は何だ、お前。声ちっせえ。バカか、お前。え、いや、聞きつけたから、うん、本当にバイトしてんのかなと思って、そういう噂をね、聞きつけたから、本当にしてたね、お前。ねえ、まあ学校から5キロ以上離れてたら大丈夫だと思ってたか。え、俺言ったけど、学校から1000キロ圏内は全部把握してるから。誰がどこで何してるか全部把握してるから。 VAR 全て把握してるからな、お前。バカか、お前。で、お前退学ね。退学。退学。え、で、オムレツと焼きそば。はい、お前取れよ、なんでよ、お前。は、当然でしょ、だってルールを破ったら退学って言ってんだから。それでお前入学してんだから、お前。あと冷やしトマト、あとうずらの卵と、あと塩キャベツ、ポテサラ、キムチ、枝豆、あと桃18個、であと皮が7個で、レバーがあと8個で、あ、タレでいいよ、全部で、唐揚げ、串カツ、フライドポテトかな。あとこれ、本日おすすめフレッシュタイムトマトのパスタで、これ値引きしろよ、お前。当然だけど半額以上値引きしろよ。で、これタダにしたら、まあ、退学ワンチャン考えたら。はい、行けよ、お前。失礼します。